い、皆さん、こんにちは。僕です。ということで、今回はナースちゃんを使ってコールタワーで遊んでいきたいと思います。新環境が始まってからの初のナースということで、全くね、構成が別にね、別物になっております。ということで、今回紹介するパークが、まず一つ目、遅延系共鳴する靴ですね。まあ、これは鉄板でしょう。遅延系パークには欠かせないパークの一つですね。そして、スプバか。そして、大雷ですかね。いや、マジか。殴れなかった。消えゆくともしびですね。大雷を使って遊んでいきます。そして、バーベキュー&チリですかね。オッケー。で、デッドハードや、スプバをね、使われたくないんで、一つ、もう一つに、不安を煽るもの。マインドブレイカーを採用しております。さあ、僕のプレイスタイルというか、まあ、キル速をどんどん上げていくスタイルのナース使いの人に関しては、この構成めちゃめちゃね、強いかなと思っております。よし、いいね。まあ、今回はバベチリで見てないけど、まあ、スマチャクがあったとしても今のは吐けてないね。前触れで。いない。よし、じゃあ釣ろう。で、もう一回、悶絶に釣れたら釣りたい。こっち側めっちゃ固まってんね。まあ、悶絶のフックの生成はね、まあ、ちょっと運なんで、まあ、ちょっと釣れないことは、多少はあるんですけどね。OK? さあ、これ2回回してるからどうやろう。デッドハードは吐かない。まあ、多分発電機は触ってなかったんで、疲労系パークはあったと思うんだけど、これ吐けなかったっぽいね。さあ、またジャングル。いや、2万、どうしようかな。ちょっと痛感怖いけど、行こう。よし。オッケー。バベで見て、いないな。オフレコで見えてないんか、全員近くにいるのか、ちょっとわかんないな。どっちなんやろって感じやけど。さあ、オブセッション以外を映ってランプでどんどん遅延をかけていきたいかな。ホワイトなんで、負傷だけ入れておこう。OK? 直線で行くんだったら、めちゃくちゃ当てやすかったね。いいですね。まあ、こんな感じで、もう、キルペース重視で行くんだったら、まあ、キエフともシビーとは、大雷と、まあ、共鳴する靴。で、チェイスがね、伸びないと思うんで、前触れをつけたらね。で、バベチリをつけることによって、まあ、次のね、チェイスに、早く移動することができますよ、と。OK。さあ、また共鳴する靴にツールしていきたいね。今回、フックの、悶絶のフックの生成はかなりいいんで、まあ、ちょっと助かってるね、そこの部分に関しては。よし。いた。お姉さんと混ざったよね。よし。さあ、釣っていく。いいね。もう多分何もできないんじゃない?こっから回んなくなるよ。OK? こんな感じでですね、まあちょっとね、環境がね、がっつり変わったんで、これいいね、バベチリ。まあちょっとね、パーク構成も、環境変わったらね、やっぱパーク構成もがっつり変わるんでね。まあ、安定して、まあ、立ち回りながら安定してやりたい方は、まあね、もう言わずもがな、共鳴する靴と、シュートのスイッチはもう最強の組み合わせやね。うん。OK。大雷のトークンをどんどん貯めていきたいね。で、悶絶の前でダウンしてくれたから、これもありがたい。今後ろいたよね。いるよね、今後ろ。いたよね。殴るか。いいね。手前コンか。いやーマジか、うまい。この板の駆け引きがね、楽しいよね、ナース。オッケー。いやーマジか。こういう板の駆け引きはもう2分の1なんでね。もう仕方ない部分はある。けどまあ板の間に行ってブロックしたいよね。できれば。
板の間に行ってブロックして板スタンもねできない状態にさせたい。まあボタンを出させないっていうことよね。見失ったさあ発電機は回してなかったから多分疲労はないよね。おーデッドハード OK。 うまいなチェイス。よしで、できれば着く前に悶絶に吊るしていきたいんやけど、吊るせるかな、悶絶あるかな。今戸側は届きそうやけど、その前に着きそうやね、1台は。さあ、釣りペースをどん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 速くして。あ、これ詰まった。ちょっとまずいかも。危ねえ。OK、これ着く前に入ったのはでかいね。で、バベチリで見える。おっとこれちょっと背中張り付きすぎて逆にあれやね。じゃちょっとここの恵み厄介なんで、まあ、鎮圧しておいて、でここも蹴っておこう。一応蹴ったらね 2.5% 交代はね即座にしてくれるんでまずは蹴っておきます。いったね。ドワイトか。ドワイトは負傷だけ入れておきたいかな。よしで、クエンティンも、おっと、旋回うまい。かわされちゃったー。さあ、クエンティンを釣っていきたいね。よし、いいですねー。さあ、釣っていこう。まあ、ストライクは多分弱体化入ってるんで、なかなか採用してる人はね、もうね、なかなかいないと思う。やっぱ3秒スタンになってゲー、通電したら向こう。バビチェリで見えるね。3秒スタンでね。やっぱり終電後向こうとかになったら、そらね、使う人はいなくなるよね。で、これはドワイトじゃなくて、エースを狙っていきたいかな。ね、よし。で、これは、ドワイトに救助してもらって、カードもないかな。よし。じゃこれ全員飛び角なんでね。オッケー、これで8トークン。こっからっていうかもう多分、4、5トークン溜まってたら多分ね、もうね、全然発電機進まないと思うよな、正直。さあ、これは共鳴する苦痛じゃなくて、普通にフック吊るそう。ないからね。さあ、バベで見て、強いね。クエンティンは近くにいると、オフレコではなかったんでね。ワンチャンロッカーやね、これ。こんなに早く逃げれるわけがないんでね。ああ、違うか。じゃあ、うまいこと隠密してるのかな。そんな感じやね。地下だけ見てみようか。いないね。よし。じゃあ、周り、欠けてた、丸太、ちょっと策的にして、やってない、まあ間違いなくドワイトはさっきバベチリで下にいるの見えたんで、回してる？お、いるね、クエンティ。手前？お、手前行こうか。偉いね。よし。来てるのは多分来てると思うよね。まあいいや、ちょっとバベチリで見よう。まあこれいなかったらもう仕方ないんで、できるだけ遠いとこに釣って、バベで見れたら見たい。いやでもここしかないな。映るかな、バベチリ。映ってくれ。映ってないなぁ、これは。うまいこと、二窓いる？これ、回ってなかったよね。うまいこと発電機裏に隠れてた可能性はあるけど、まあ、僕が見た感じじゃ見えなかったね。やっぱバベチリとかオーラかしか発電機裏だと見えづらいからね、めちゃくちゃ。そこが難点やね。あっちに逃げられたか。まあまあまあ、今回は、まあでも、5台残しやからね。まあ、8に逃げれただけで、まあ、5台残しできたんで、新環境のパーク構成かなりね、まあ、僕はもうキルペース重視で、まあ、それが一番の遅延やと思ってるんで、キルペースで押していくっていうね、今回の立ち回りに合ったパーク構成をしてみました。ということで、この動画がね、面白ければ、高評価でチャンネル登録の方、ぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。以上、僕でした。バイバーイ。